3000ビールはちょっとさすがにふざけんな、ボコボコにされちゃうんですよ。お得なんですよ、2割引きだから。さあありますね。さあありますね。あ、すごい。めっちゃありますね。あ、そうなんですよ。あ、いっぱいあんだ。そうなんだ。なんだ、こんなところでは手に入んの。姫ホワイトとかあんだ、すげえ。クラフトビールベンチャー増えましたね。増えましたね。これもなくなる前にね、ちょっと。しかも期間限定でその時しかないところもあるんで。多分潰れちゃうところでも本当に重そう。あ、すごい、本当にあんだ。プロディジー。プロディジー。ね。ワイン好きであってオーストラリアワインツンデレパンプアップパンプアップツンデレ私安いやついつもそうだよピルクでもね、もうバラバラに置いてるから抑えそうですねでクルーベとかもあるんですかないかどれですかシャンパンシャンパンは多分こっちだったあ僕なんかお店の人みたいですね多分わーおオーバーチェアとか3万2000円ですよこれ昔1万5000円ぐらいとかだったのに、ね、いやどんどん上がってますよちゃんとあでもオーバーチェア置いてるんですねクルクとかあんの、有名な子っていうか私はしたのあそうだなオーバーチェアだな、でもオーバーチェア3万ジブリアンある本当にもう3万なんだよ白でですよね、昔当然で3万ですよね。ああ、買っちゃおうかなぐらいだけど。全然違うんだ。ドンペリにはもう。もう、ま、みんな倍ぐらいになってますよね。倍以上だね。インフレでもどんどん。あ、でもドンペリあるんですね。2010年だって。2010年だから、まあ、あんまり、まあ、2008年とかのすごいですよね、あたりとして。おお、飲まないんです。え、飲んだことあるんですか？いや、だから、飲みたいですよ、ね、伝説だから。飲みたいですよね。2008年は多分これの倍ぐらいですよ、ね。あたりとして。ノーパーチは3万2000円オーパーチャーだよいや、違うよ、何言ってないのやっぱり 4,5 千円しますね、誕生日とかにも寝ないしそれだったらいけるじゃんいや、でも昔グラスでこれ1000円とか飲まれてってあったのね今そんな飲めないんだろうね、そうだね、そういう時でもないとすごいな、いっぱいあるじゃん。あ、これがラッコスチュー。